皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。さあ今週もサンデーナイトライツのお時間がやってまいりました。予選がですね11番手ですね、今回18台出走中の11番手なので結構ねいい、リザルト残せてますね。で2台先がね、カラーリング変えた、ツッコミコーリー・ディーン君、彼がちょっとね、できるだけお近づきにならないように、多分ね彼の周りだといろいろ起こりそうな気がしますね。で、2番手後ろ匠さんですね、そうこのね2台先のコーリーさんがね18番手、ゼッケン18番手ギリギリ滑り込んでるんで、チキショー落ちればよかったのになんて思いつつですね、スタートを切っていこうと思います。まずねもう今回はコーリー君に近づかないことですね。あとはねいつもこうずるずる抜かれていく展開なので、そこをね、どこまで防げるか。さあレッドシグナルスタート。おお1台動かない。これはトビアスさん、なんか回線切れたとかなんですかね。これは1番手ポジションアップ、今10番手ですね。さあ2コーナー、よしちゃんと前についていって、後ろもよし、後ろもブロックしてますね。後ろはクイックサンチェス君ですね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。おお、くんのくんの、もうこれはねこれしょうがないですね。あ、失敗した。よしよし、いつもはねこうサンデーナイトライツはこうついついね、もう肩肘を張ってですね、させるかみたいにこうギリギリかぶせていくみたいにしてたんですけど、もうなんかねだいぶそれでもう散々だね。先週でしたっけ、ライムロックも、接触リタイアってなってしまいましたので、まあ、イン刺されたらもうさっさとね諦めると。おお、アレクシスさん頑張れ頑張れ。ちょっとね離れてるんでね、で左からサムさんが、サム君ですね。おお、危ね危ね危ね。ああヒットヒット、ああサム君が壁ヒットですね。これでまた1台脱落。さあこのアレクシスさんには頑張ってほしい。ああこれは今のラインね、あそこはねちょっとはらみすぎですよね。さあ頑張ろう。頑張りがね空回りしてる感じですね。これはこれは前の先頭グループ、ちょっと追いつくのはしんどそうですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 で9、ガエル選手は10、ちょいミスった。ガエル選手も見せましたね。さあ後ろ、まあ、後ろがなんか、ね、結構ねバトルしてるみたいなんですよね。で匠さんが前出ましたね。さあこちらはなんとか前についていきたいところなんですけども、どうかな。まあでも今まではこう後ろからどんどん追い立てられてオーバー、おっとこれはアーツイット2、この今のはベン・スネルさんですね。チームマイロね、日本だとミロって言ってるのを、英語読みだとマイロって読むこと多いんですけど、チームマイロのラッセル君のチームメイトベン・スネルさんでした。さあその接触のおかげで、前に2台ですね、ジュリーとあとコーリー君ですね。このコーリー君に食らいつかれたジュリーさんも災難ですね。かわいそうですね、はい、他人事ですねこれは。いやもうね嫌なんですよね彼は。かなりね強引に仕掛けてくるので、で、さっきのねベン・スネルさんも、もしかしたらねコーリー君が撃墜していったんじゃないかなっていうぐらいね、彼はねもういろいろやらかしていくタイプなんですけど、まあその分ハマった時はね強いのかもしれないですよね。なので、ね、来週はぜひ
ね、アイレーティングもうちょっと落としてこうゼッケン、18番にギリギリ引っかかんないぐらいですねそれぐらいのアイレーティングになっていただきたいなと思うところなんですけども、さあこれはジュリーがディフェンシブラインなんですかね。うん、さあ前のアレクシさんが 0.8 秒差なのでなんとか食らいついていきたいですね。レースはまだまだ4周目、いやたった3周の間にいろんなドラマがありましたね。このね2コーナーがタイヤが温まってくるまではなかなか滑るんですよね。もう前のコーリー君とジュリーの間で会話が、そしてコーリー君が前、うん、あいいですねこれは、いいですねこれは、うん、バトルしてタイムを落としているところですね。さあこの隙になんとか隊列に戻っていきたい。いやこのガイル選手もですね、そのままそんなに得意ではないのと、やっぱねオフィシャルのレースでも、オスカーさんやブレッド・マクマーンさんにもうあっという間にぶっちぎりで置いていかれてたんでですね、ちょっとこの今週のサンデーナイトライツは、トップ10フィニッシュも難しいかなと思ったんですけど、まあ、意外と予選がですねいい位置につけて11番手っていうなかなかの、最近にしてはなかなかのスタートですね。よし、さあついていきましょう。11番あ9番手に上がったんですね。で10番手以降のロリスさんが3秒差ですね。これはラッキーな展開、後ろ後ろでバトルして、タイム落としてるんでしょうかね。匠さんも、今12番手で揉まれているみたいですね。このサンデーナイトライツはやはりこうサイドバイサイドでちゃんとバトルしていくスキルもないとですね、もう簡単に蹴落とされてしまいますので、そういった意味でも上級者の出場するトップオブトップスプリットというところですね。うん、あとはね、このスペックレーサーフォードで、まあ、ニュールを散々走ってこのブレーキング時にリアを落ち着かせるっていう技がですね、こうスキップバーバーにも結構応用できるなと。で特に低速コーナーですね、このソノマ、3箇所ですね低速コーナーあるんですよ。ここもそうですね、ここもやっぱりアクセルを結構 10% ぐらい入れながらブレーキングする、おい、うん、とフロントのですね、まあ、グリップが良くなるというか、ブレーキングだけだとアクセル入れないとリアが流れていってしまうんですけど、うん、そこをこう今までよりもより強くですねアクセルをかけてこう前に押し出す力かつ、ブレーキをかけてフロントの駆動を止めるっていう技を使うと結構ね回るというか回転半径を少なくですね、低速コーナーで回っていけるような、うん、まあ、これがないとこうずるずるとアウト側に出ようとする動きが、おっと1台、これは永遠のライバルラッセル君、中間遅れですね、うん、ラッセル君譲って、よしよし、OK、サンキュー、サンキュー。いやー、この、うん、前の3台のトレーンは、コーリー君が引っ張ってるんですけど、速いじゃないですか、コーリー君。うん、やはりこう、ね、ガツガツと前に出てくるだけの、うん、速さはあるということですね。いい感じですね。ああいう風にこう今まではこうなかなかイン側の、ね、ドラム缶に、ぴったりつけて回っていくのは難しかったんですけど、だいぶこうやりやすくなったね。おっと前でバトルにはならない。あーっとジュリーを今度はアレクシスさんがオーバーテイクなんですね。
あでもラインが苦しそう。よし、もっとバトルして、もっとバトルして、よし、1秒差1秒差、もうちょいもうちょい、もう1バトルぐらい。いやこれね、前追いつくの大変なんですよ。もう少しね降りてきてほしい。ここもそうですね、こうアクセルを、まあ、今かなり入れ気味にして20%ぐらい入れてブレーキングしてますけど、どうなんですかね。なんか体感的には結構小回りができているので速そうな気がするんですけども、ただボトムスピードがね、こうノーマルのブレーキングに比べて落ちているような気もするので、ちょっと速いのかどうかはまだ要検証ですね。ただ序盤のタイヤが冷えてるうちでブレーキングで安定しないときなんかは、確実にこうタイヤを設置させられるので、なかなかいい技なんじゃないかなと思ってます。さあ後ろラッセル君がね、周回遅れで頑張ってますけど、ただその後ろにね、ハコンさんがね来てますね。もうね、このサンデーナイトライツに出場し始めた頃はハコンさんもう全くこう歯が立たなかった相手ですし、まあ、今でも負けることの方が多いんですけど、今日はねハコンさんの前を走ってるってことで、ただこのラッセル君がね、このスリップストリームの牽引役としてハコンさんたちご一行を引っ張ってきてるのはね、これはよろしくないと思うんですよね。ラッセル君こういう時はねお友達チケットをこう、ね、大事に見つめ直してほしいと思うとはなんですけど、まあさすがに周回遅れっていう違うポジションだと、まあ、我関せずっていうところなんでしょうね。もう8周目になるとこの今の右コーナーも全開でいけそうな感じがしますね。さあそれにしても追いつけない、もうこれは自力で頑張るしかないですね。さあラッセル君頑張ってますね。レースは9周目、この周回を終えるとちょうど半分を過ぎたといったところになりますね。この低速コーナーが、もうこの、今日ですね、オフィシャルレースの時はこういったブレーキングはしてなかったんですけど、このサンデーナイトライツで初めて、スキップバーバーで試してみたやり方ですね。スペックレーサーフォードでは結構使っていた技なんですけど、そういう意味でこの低速コーナーコーナリングが速いのかどうかよくわからないっていう、状態ではあるんですけど、それを置いとけばですね、今日は結構いい感じでスキップバーバーを操れているような気がしますね。これもですね、やっぱり、より、シビアな難しい車スペックレーサーフォードを散々ねミュールブルクリンクで乗り回してきたおかげなのかなとも思いますね。昨日の乗り丸耐久乗りたい1時間でもですね、スペックレーサーフォード、まあ、ファイナルラップで2回、スピンしてしまいましたけど、あれもですね練習を始めた1週間前ですね、ちょうど前の週の日曜日に、まあ、レースディスタンスですかね乗ってみたんですけど、なかなかですねスピンなしに完走するっていうのができなくて、これは本番先が思いやられるなと思っていたんですけども、ニュール北のねスペックレーサーフォードのレースをこうもうじゃんじゃん、戦っていくっていうので、まあ、かなりねいい練習になったなと、今なって振り返って思いますね。まあ、そのおかげで、乗りたい1時間もほぼスピンなしで走り切ることができましたし、今日はスペックレーサーフォードじゃなくて今日はスキップバーバー
ね、このスキップババのレースでもいろいろ応用が効く、ね、引き出しを身につけることができたんじゃないかなっていう意味ではやはりこの他の車種の車にも乗ってみるというのは有効だなと思いますね。さあ後ろハコンさんが 2.3 秒差徐々に追い上げてこられているような気がしますね。さっきは3秒差あったんですけどね、やっぱりねここは最後までこのプッシュする手を緩めるわけにはいかないですね。集中ですね、集中。よし、さすがに。いやこの、コーリー君がこのねジュリーアイレーティング5600の猛者なんですけど、このねジュリーを引きちぎっていく姿はなかなか壮観というかすごいですね。まさか彼にここまでの力が隠されていたとは。さすが一発屋コーリーと面目躍如といったところですかね。ラッセル君がさっきまで、1秒差 0.9 秒差とか1秒差ぐらいだったのがこう徐々にガイル選手から離れていってる段階で、後ろの、ね、ハコンさんをスリップストリームでどんどん前に引き寄せてるんで、ちょっと、ね、ここラッセル君早めにピット入るとか、このガイル選手に忖度していただけないかなと思うんですけど、いかんせん英語には忖度という言葉も概念もないと思うので、これはねオーストラリア人に忖度してくれって言っても何のこっちゃっていうね答えが返ってきそうな今日のサンデーナイトライツであります。うん、いやハコンさんがね 2.0 秒差、これは脅威ですね。まあ、脅威といってもあまりこうねタイム差は気にせず前だけを見てこの自分のベストのドライビング、これをねやっていくしかもうないですね。なのでこういう時にねあんまりこうミラーをねチラチラ見ると集中力が欠けてしまうので、もうあえて、この後ろは見ないで前だけを見て集中するといったのが最近のガイル選手の、まあ、ドライビングスタイルですね。でね今は実況モードですので後ろからあと何秒とか言ってますけど、もうね、レース中はねあんまりもう、後ろは見ないというか、まあ、バーチャルミラーでねレース中真上にバーチャルミラーが出てますけど、近づいてくるとだんだん車の影が大きくなってきますので、まあ、それでね、でそれもバーチャルミラーを凝視することはなくてこう目の片隅にこうミラーでねミラーに映る車が大きくなってきてるなとか離れていってるかなって、まあ、それぐらいの気にする度合いで十分じゃないかなと思いますね。うん、あとねバーチャルミラーの、角度ですね、バーチャルミラー FOV って調整できるんですけど、はい、デフォルトだと100何十度とかで相当、広角すぎるんでですねガイル選手は90度に、していますね。90度ぐらいがちょうど使いやすいんじゃないかなと思いますね。で逆にもっと角度狭めて60度とかにしちゃうと今度この左右に映るミラーと同じですごいね近づかれているような錯覚がしてこうプレッシャー必要以上にプレッシャーを感じてしまうんですよね。ですのでバーチャルミラーもあんまり狭めすぎずに90度ぐらいにした方が適度な距離感がありますし、あとは左右のね見渡しもいいですので、それぐらいがガイル選手のおすすめかなっていうところなんですけど、さあラッセル君いなくなりましたね。ハコンさんが2秒差で迫ってきました。もうあとはひたすら前だけを見てプッシュするしかない。残り4周半ですね。だいぶ、ね、タイヤも温まってきましたし燃料も減ってきたので
アクセルをね開けられる時間が多くなってきましたね。もうあとはプッシュプッシュプッシュ、まあ、プッシュといえど残り5周をミスなく周回できる程度のプッシュに抑えなければいけませんので、やっぱ限界は超えられないですね。ただよし、前回そう燃料の軽くなった分だけアクセルを上げていくっていう意味でのプッシュは必要ですね。ここもそうですね、かなりアクセルを開けられる時間が長くなってきました。さあハコンさん 1.8 秒差、うん、まだスリップには入られてない、まだだ、まだ慌てるような時間じゃないというふうに、あれって誰が言ってたんでしたっけ、湘北高校のルカワ君でしたっけ、先駆けバスケットボール塾じゃなくてなんかそんな感じのバスケの漫画がありましたよね。さあ残り4周、ね、先駆け男塾で言えば、それで男塾ではないんですけどヤクザ映画で、なんか撃たれてこう死ぬシーンで、ね、英語の字幕があったんですけど、で撃たれてくヤクザがなんぼのもんじゃいっつってね、そのなんぼのもんじゃいっていうところに英語字幕がハウマーチっていうね字幕が出て笑ったっていう話があるんですけど、はい、ちょっと男塾とは関係ないですけどね、なんぼのもんじゃいがハウマッチはもうちょっとねセンスのある、まあ、笑えるっていう意味ではねセンスある英訳かもしれないですけど、そういうねお話があったっていうのはね、うん、ちょっと個人的にはツボでした。でそんなツボっている場合じゃなくて、ハコンさんが 1.7 秒差に近づこうとしてますね。いやこれねこれはねプレッシャーをね、波のドライバーならプレッシャーを感じるところですけど、もう後ろは振り返らない戦法ですね。もうね自分のベストを尽くして近づかれたんだったらしょうがない。ちょっと今ねスピード落としすぎかもしれないですけどね、ベストを尽くして天命を待つっていうね、そういう格言もありますように、自分の力を出し切ればあとはナンクルナイサーという気持ちでやっていきたいと思います。このねハコンさん 1.5 秒差まで近づいてきてますね。さすがね皆さん本気を出してきたのか。あそして匠さんもハコンさんの2番手後ろにつけてますね、うん、今日はねだいぶ敷居が低かったんですよね、まあ、SOF 自体は右上の4600といつものような感じなんですけど、18台ね参加ができたっていうことと、うん、あとはね全体的に、その何でしたっけ参加台数ですよね、この時間帯の参加台数が60台とか70台ぐらいでやっぱいつもよりもね少ないんですよね。もうさすがかそってるソノマっていうぐらいね、まあ、そういう形でいつものね100台とかいればもう少し足切りが上がってきたんですけど、今回は、まあ、3500でもね3台前を行くコーリーさん3500でも参加できてますので、ね、大体、ね、3台前のコーリーさん3500で3台後ろの、タクムイさん3500、この2人がですねサンデーナイトライツの裏スプリットセカンドスプリットで、バチバチバトルして火花を、ね散らしているっていうのがいつもの姿なんですけど、今日はこのトップスプリットのサンデーナイトライツで2人とも、ね、直接ではないですけど戦っております。さあ残り 1.5 周ですね。もう多少スリップに入られてももうしょうがないので、いやとにかく自分の持てる力を出し切る。よし、うん、前回でいけましたね。あとはここですね。おお1台、これオスカーさんじゃないですか。オスカーさん何があったんだろう。このタイミング燃料入れ忘れ
ではないと思うんですけど、うん、と言ってる間に後ろ、うん、ロリスさんとハコンさんバトルしてますね。 1.5 秒差。うん、でもこのファイナルアップで 1.5 秒差なら逃げ切れる、大丈夫、自分の力を出せばいけるはず。ファイナルアップです。うん、ドリスさん 1.2 秒まで来てますけど大丈夫、自分の腕を信じて。相変わらず 1.2 秒差ですけど大丈夫大丈夫。さあこの最終コーナー一つ手前のヘアピンをクリアすれば、うん、ボールはもう少しですね。よしフィニッシュ。いやー、うん、これは、いいリザルトですね、11番スタント8番手フィニッシュでした。うん、サンデーナイトライツの、自己ベストが7位かな、ですので8位は多分2回目だと思うんですけど、まあ、ほぼ自己ベストに近いね、トップ10、フィニッシュができたので非常に満足ですね。いやー今日のレース良かったですね。というわけで、ちょっとですねこのインシデントがですね気になるのでちょっと見ていきましょう。1周目、あ、これが後ろの、うん、あーなるほど。じゃあここですね、ここの、うん、アウトから来た、あーなるほどね。これは残念ですね。おお、これはかわいそう。あーなるほど、後ろこれがあったんで、前の方にガイル選手いますよね。これがあったんで結構、うん、あ、違いますね、これ、桜パパさんので、さらに、あ、なるほど、なのでまあ、あのハコンさん以下ご一行が、散っていったっていうシーンでしたね。うん、なるほど。あ、でここですよね、ここですよ、ね、あー、これはベンスネルさん追突されたんですね、ジュリーに。うん、これは災難でしたね。おーおー、あ、これはラグヒットタイヤ爆弾これ、オスカさん大丈夫だったんですかね。オスカさん、カラーリングがまた変わってるような気がするんですけど、ちょっとね、今日は振り返り長いですね。長いですけど、面白いんで見ていきましょう。これで、おい、これでオスカさんがういって言ってるんですね。なるほど。まあ、この辺りにしときましょうかね。はい、というわけでオープニングラップからお別れしていきたいと思いますけども、いや今日のサンデーナイトライツは良かったです、うん、トップ10フィニッシュ、うん、できましたので。そうなんですよね、リザルトがですね、はい、こちらリザルトになりますけど、そう、アイレーティングプラスなんですよ今回ね。なかなかこのサンデーナイトライツでアイレーティングプラスになるっていうのは、めったに起こらないことなんですけど、今回は、年貢を、献上する側ではなく年貢をね納めてもらう側に、回れて、よかったよかったというところですね。チャンピオンシップポイントもね150点いただきましたので、これ
今週のベストですね。ここでインガーからね来られたんですよね。あ、これで、あ、なるほど、あ、まあね、やっぱりこうもうあのイン側に頭出されたらもう、ね、抵抗はあんまり、ね、しない方が、まあ、あの長い目で見ると得ですよねっていうのがだんだん分かってきたっていうところがガイレス選手の成長かなと、ね、思いますね。はい、というわけでチャンネル登録や高評価低評価ボタンいただけますと嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。